アメリカ本土を飛行していた中国の偵察気球について、アメリカ国務省の高官は9日、通信防止の機能が備わっていたと明らかにしました。気球には複数のアンテナのほか、情報収集のセンサーに必要な電力を供給する太陽光パネルが搭載されていて、中国軍と直接関係がある企業が気球を製造していたということです。 また、中国がこれまでに5大陸の40カ国以上の上空に気球を飛ばしていたと指摘しました。こうした中、ニューヨークタイムズは9日、バイデン大統領が先端半導体や AI、人工知能などに関する中国への投資を規制する大統領令を検討していると報じました。